系のおしうしアイドル梅恋ガールズです。アリハです。あやかです。さきです。はい、ということで今回は、ペケポンを全身プロデュースしてみた、イエーイ。こういう企画は初めてなので私たちもすごく楽しみなんですけど、うんうん、やってみたかったよね。やってみたかったよね。それではペケポンの3人を呼びたいと思います。どうぞどうぞ。なんかいっぱい、ね、家族写真みたいな。はい、チーズ。サムネイル。今回は初めてのこういったプロデュース企画的なやつなんですけど、どうですか気持ち的に。楽しみです。楽しみで、初めてなんか私たちも人に化粧とかちゃんとするから、ね、そうだよ、ね、妹にしかやったことない。すごい緊張してるんだけど、新しい、そうだね、ね、なんか世界みたいな、まあ、あくまでも自分たちのセンスになっちゃうから。そうそう、ね、そこら辺はね、ご了承です。お願いします。担当が決まってるんですよね。はい、美咲がカオン、で、あやがのんちゃん、あげがはるひを担当します。早速始めていきたいと思います。スタート。じゃあ始めましょう。これはあのなんか緊張してきた。飛べるの、のんちゃん、赤ちゃん、のんちゃん、赤ちゃん。お母さんの声だね。お母さんなんです。誰の、必要ないわ顔には。もうしくったよ。もうしくった。もうやり直したい。え、なんかちょっとそう白くなっちゃった。白浮きしちゃうよ。顔ちっちゃいね。お前とかまた出てるよ。出てる。本当になんかさ、のっちゃわら見て。そうそう。バサバサだな。すごくない？ね、超いいね。はい、チーズ。じゃあ、ね、アイシャドウね。あ、極意して。あ、極意アイシャドウ。色が白いから、うん、何でも合う。ベビーフェイスだね、めちゃめちゃ。カンは誰かにやってもらったことある？うん、ある。ママとか？うん。だけ？うん。そうだよね。美咲でもいつも綺麗だよ、ほら。ウィンクした。ウィンク。ある日は目がなんか茶色い人だから、うん、なんかあんまりね、ピンクの印象がないらしいよ。いいね、紫だ。紫使うの初めて。本当はちゃんと紫は使ってないんだけど。あ、うまい、うまい、来た。こっちどう？あ、こっちはうまい。うまいな。うまいな。三度目でしょ。そこ映すの。なんかのんちゃんめっちゃベビーフェイスで、なんかね、彫りが深く見える。うん、頑張って。いい感じにね、できるようにきっと。こっち見て。難しい。あやじゃなくて、あやじゃなくて、あやじゃないんかい。なんか遊んでる気分。遊んでる気分、そう。なんか。赤ちゃんだね。あっち見て、あげてめ。ねえ、ちゃんとして。成功してないかな、これ。成功してできてるってことは成功してんじゃん。成功してんじゃん。はい、ということでお化粧が終わりました。めちゃめちゃ可愛いですね。可愛いですね。1時間くらいかかった。かかってる、もっとかかってるかもね。もうこだわりね、結構。次はね、髪の毛に移りたいと思います。頑張りましょう。頑張りましょう。Thank you.
髪の毛が終わりました。めっちゃ可愛い。なんか全員本当にイメージが違う、可愛い、すごい可愛いです。じゃあ仕上げに着替えていきましょう、はい、ということで全ての工程が終わりました。イエーイ。いやもうすごいです ね私たちもなんかめっちゃなんか感動しちゃいます。自分たちね、こんなに変わるんだっていう。そうそうそう、すごいびっくり。みんなどうだった？鏡見た時に、あれ別人だみたいな思った。普通にいつもこういう髪の毛とかしないから、普通に嬉しいしびっくりした。いつもと違う洋服とかで変わった感じがするし、確かに。やる側もどうでしたか？なんか楽しかった、とりあえず楽しかった。なんかハルヒのやつなんだけど、モニテールそもそもあんま見たことなかったから。確かにそうだね、新鮮だったやってて。なんか自分たちがやって、まあ、それを3人がこれから、うんね、いろんな研究して、うん、もうちょっとね可愛くなる努力をしてほしいなと思います。確かに私たちやっぱ自分とは違う顔立ち で違う髪型で難しかったんだけど、やっぱ新鮮だし、人のことを可愛くするってすごい楽しいなって思いました、うん、ペケポンでした。ありがとうございました。ありがとう。